義民碑、義民四人衆が処刑された場所に建てられている。義民祭は、岡山県宗座市新本地域で行われる祭事である。この祭りで踊られる踊りは、義民踊りと呼ばれる。1717 17年から翌1718年に、かけて、備中国下道郡新城村、本城村で起こった、新本義民騒動の4人の犠牲者の霊を弔い、 その功績を称えるために行われる祭りである。1918年に当時の紀美郡新本村において、義民四人衆200年祭が取り行われた。これを機に、毎年夏に義民祭と村、地域を挙げて盛大に開催されるようになり、恒例行事化した。義民四人衆を祭る、義民社の南側にある、総社市立新本小学校の校庭で開催される。 開催日は、現在は7月の土曜日、または日曜日の夜である。かつては、義民4人衆が処刑された、旧暦6月6日に近いのが理由である。一時期、生活様式の変化やサラリーマン家庭の増加に伴い、開催日が8月の盆過ぎに変更されていたこともある。また、義民祭の前夜と、当日朝に、義民者において、 写前祭と呼ばれる儀式が行われる。大正時代に、新本義民騒動から200年経過を記念し、作られた踊りである。初代新本村長、小坂一八の書いた詩をもとに、当地出身の画家、稲葉春ラが中心になり作し、作曲を行った。振り付けは、岡山県三大踊りの松山踊りと白石踊りを参考とした。義民祭では、この義民踊りが、 メインイベントとなっている。ありがとうございます。